皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今回は毎年恒例になりつつあります、年の瀬を締めくくる宿根草総括、今年もやっていこうと思います。今年はあんまり宿根草を買っていない気がしていたのですが、前半思った以上に買い物していたのと、なんとこの動画を楽しみにしてくださっている希少な方がいらっしゃいまして、そのリクエストにお答えするべく、今年も宿根草総括やっていきたいと思います。言い訳がましく聞こえるかと思いますが、今年は例年にない猛暑と干ばつの影響もあり、地位の連続となっておりますので、何卒温かい目でご覧いただけましたら嬉しいです。逆に残った宿根草については、過酷な気候を乗り越えた今後期待大の品種とも言えますので、来年以降のお買い物のご参考になればと思います。今年も購入品動画から抜粋していますが、極端に耐暑性、耐寒性がない品種については除外していますので、あらかじめご了承ください。それでは今年最後の動画、楽しんでご覧いただけましたら幸いです。よろしければご覧ください。それではスタートします。こちら、サルビアコアウイレンシスです。切り戻ししすぎたのか、お亡くなりになってしまいまして、はい、それでね、また購入しておきました。こちらリクニスプチヘンリー、びっくらこいたんですね、可愛すぎて2株買っておきました。カリオプテリススノーフェアリーです。うちももう2株あるんですけど、また1つ買いました。アンテリカムラモスムです。ユリ科の多年草らしいですね。これが丈夫だったらすごく嬉しいなと思います。種で増えるようです。ワイルドチャービルレイバンズウィング。耐暑性が中になってたので、今まで買わなかったんですけれども、種で増えるらしいですね。これで購入してみました。カンサスホワイトウォーターです。これはリベンジで2回目の購入ですね。アキレイキアチョコレートソルジャー、ブラックのオダマキですね。いつも残らないでいなくなるので、また買っておきました。アステリアウエストランドです。関東以西では戸外で越冬しますと書かれています。で、庭植えもできるということです。カレックスバーニーブルーです。これは少しね、幅が広いタイプなんですよね。そこも面白いかなと思って買ってみました。カレックスエラータオーレアです。すごいこのゴールドリーフが綺麗なカレックスですよね。カラマグロスティスオバーダムです。こちらは斑入りのバージョンということで、もう斑入りに目がないので買ってしまいました。ヤブラン BT インゴット。ヤブランは本当に丈夫で、ダメにする人はそうそういないと思いますので、超初心者の方にもおすすめです。こちらはアネモネリリカです。アネモネはね、夏越しが難しいので、私あんまり買わないようにしてたんですけど、あまりにも美しかったのでね、お迎えしてしまいました。これはアネモネオーロラのグリーン系の子ですね。フロックスオリンパスです。フロックス、私はすごい推してる宿根草なんですけれども、
デセダホワイトです。うちみたいなジメジメした庭ですと初夏の花子は夏越しちょっと難しいかなと思っています。ですがこれね、種で増えるそうなんですね。ガウラベインズフェアリーです。媒生のガウラなんですね。一家に一ガウラぐらい、本当に優秀な宿根草なんですけど、ポレモニウムブリーズドアンジェです。アンジェ上でしたら夏越しできるんじゃないかなと。シシリンチウムです。アイダホスノーという品種ですね。いつも植えているシシリンチウムより幅が太い気がしますね。もしかしてちょっと強いかなっていう気もしないでもないんですけど。チャスマンティウムリバーミストです。シェードガーデン向きのグラスだそうです。性質もね、とっても強いっていうことで、過湿でダメになる心配もなさそうということでね、こちらお迎えしてみました。エキナセアグリーンウッドペッカーです。これ去年ね、すごい良かったのでもう一個増やしておきたいなと思って買いました。ウンシニアファイヤーダンスですね。すっごい可愛いんですよこの子。また買いました。はい。アネモネのフルゲンスです。このね、原種系のアネモネって意外と強いって聞いたんですよね。一年草なんですけど、ポピーのブラックマジックです。こぼれ種でね、出ることがあるみたいなんですね。こちらが白糸ホタル袋と書かれています。このホタル袋系は大体大丈夫です。八重咲きの姫シャガです。シャガはもうだいたい強いのでね、そんなに心配することがない宿根草だと思うんですけど、タイツリソウの白花です。と弱いイメージあるかもしれないんですけど、意外とまあ大丈夫、まあ、そんなにめっちゃ弱いでもないかなっていう感じですね。アネモネシルベストリスマドンナという品種です。アネモネっていうのは一般的に過湿に弱い子が多いのでね、最初はね、半地植えで育てていきたいと思います。シンファンドラワイネリー、これはですね、実はシンファンドラはもう一個あるんですけど、シンファンドラのザンゼーグル、日陰のお庭向きですね。ポレモニウム、これも対処性が2なのでね、西日の当たらない東側の花壇だったらもしかしたらいけるかもしれないという期待を込めて買ってきました。でお花がね、見れるといいなと思います。はい、こちらベロニカブルーシェイズですね。はい、ベロニカは結構安心して植えられる宿根草だと思います。キレアノブレッサ3回植えてんですけど、アキレアって強いじゃないですか、すごく。なんか消える気がするんですけど、どうですかね。ダイアンサスブラックフェア、これもね、何回も育ててるんですけどね、やっぱり夏越しがちょっと難しいんですよね。セントランサスコキネウスです。これ去年ですね、メドガーデンに植えて、と過湿でね、突然死されました。ペンステモンのツイズルパープルっていう品種を見つけたので買ってみました。このタイプはですね、ハスカーレットほどは強くないですので、これもね、半地植えて植えていこうと思っています。
もうグランドカバープランツのフォックスリータイムですね。あんまり加湿はダメなので、あんまりじゃないですね、絶対加湿がダメなので。続いてはスーパーリッサムスノープリンセスです。夏越しも冬越しもできるということでね、はい、とっても強いアリッサムです。バーベナメテオールシャワーです。半耐寒性多年層と書かれていますが、最低温度マイナス10度までで、団地では問題なく冬越しできるんじゃないかなと思います。スーパーベナホワイト、暑さ、雨、病気に強く、色鮮やかなバーベナと書かれていますね。これが私が一番欲しくて、わざわざ BW さんのオンラインショップで購入しました苗です。こちらのこの斑入りのフロックス、夏越しがねどうも苦手みたいな感じがしています。今年は鉢で育ててもいいかなとも思います。ピーペリスクイーンアメジスト、寒さにとても強く、上手に夏越しすれば毎年春に花を楽しめますと書かれていますね。ゲラニウムビジョンバイオレット、この子は夏越し結構いけるんじゃないかなと思って、それでね購入してみました。ゲラニウムファイウムアルバです。比較的団地でも夏越しができる、とっても強いゲラニウムです。フーロソーサバニブルー、ゲラニウムですね。でこちらは性質が丈夫な改良種で、土質もあまり選ばないとということでね買ってみました。オダマキアキレギアのメロイエローという品種です。オダマキはだいたいこぼれ種でね、いつもね更新できているんですけど、アスチルベカプチーノです。アスチルベは本当に強い宿根草で、うちみたいなジメジメした庭でもダメになりませんのでね、安心して植え付けられます。ハルディンさんのヒューケラでシナバーシルバーという品種です。普通に地植えしますとどうしてもねダメになってしまうジメジメした庭ですので、これもね半地植えで植え付けようと思って鉢増し済みになります。続いてホスタを3種類ご紹介します。エルニーニョという品種です。ブルーマウスイヤーです。シルバーストレイクという品種です。エキナセアブラックベリートリュフです。特にこういうちょっと変わった品種っていうのは、ジメジメした庭が多分嫌いなんでしょうね。結構強いって言われている品種でも、やっぱり普通に地植えするとダメになっちゃったりするので。アスターアンデイズという品種です。でこちらの宿根草、耐寒性も強で耐暑性も強で、結構どこのお庭でもね大丈夫そうです。コレオプシススタークラスターです。コレオプシスってお花の時期がねとても長いですので、それでね買ってみました。タイリンミソハギクリスタルスノーという品種です。やや湿り気がある場所が好きということで、うちみたいなジメジメニアにはもってこいの宿根草ですね。フロックスフレームライトブルーです。花の時期も長くて性質もおとなしいですのでね、どんなお庭の方にもねおすすめできるフロックスです。
チェリー星人ムーンライトオーバーです。ちょっとチェリー星人にしては私は難しい品種かなと思っています。樹勢がね弱いような気がしますので、ちゃんと秋まで大株に育ててから地植えした方がいいんじゃないかなと思いましたので、こちらはベロニカウォーターペリーブルーです。今まで植えた配線のベロニカは日向でも日陰でも大体ねどこでも育ってくれますので、これも多分強い品種だろうなと思いまして買ってみました。はい、いかがでしたでしょうか。振り返ってみると今年もこんなに買い物していたのかと自分のことながらびっくりしてしまいました。残念ながら枯らしてしまった品種もかなりありましたが、来年も皆さんのお買い物のご参考となるよう一生懸命買い物していきたいと思います。もちろんできる限り一生懸命育てていきます。山小屋も少しずつ完成してきまして、来年はシェードガーデン作りから取り掛かれるかなと思っていますので、また新たな一歩を踏み出す猫ひげガーデンをどうぞよろしくお願いいたします。今年もたくさんのご視聴、温かいコメント、応援メッセージ、本当にありがとうございました。皆様のおかげで3年半動画を続けることができています。これからもますます動画作り頑張っていきますので、今後ともご視聴のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年をお迎えください。